こんにちは、クリッカートミーです。発売から8年で世界累計販売100万台を達成したヒュンダイのベストセラーハッチバック i20 改良型プロトタイプをカメラが捉えました。厳重にマスクされているフロントとリアですが、現行モデルの六角エアダクトから両サイドにくぼみをつけたデザインへ変更されています。またヘッドライトとテールライトのグラフィックがリフレッシュされ、リアナンバープレートがバンパーからテールゲートへ移されているのが見て取れます。パワートレインは1リットル直列3気筒ターボエンジンの搭載が予想されますが、トヨタヤリス GRMN に対抗すべくホットモデルも開発中の噂もあるようです。 i20 は2008年の発売以降34以上もの自動車賞を受賞している超優等生で、このフェイスリフトによりその栄誉はさらに増えそうです。ワールドプレミアは2018年3月のジェネーブモーターショーと予想されています。